強襲作戦超規模火力4、これ行こうかなと思いますが、これね、この合力応募者が強すぎて以前クリアできなかったやつなんだけど、チンさんとシュエンさんレベル55にしたからなんとか耐えてくれんかなと思いまして、これいけたらいいな、最低限でもいいからクリアしたいな。攻撃力エグいんだよね、最低限でもいいから。俺とこの出番だ。こんなところでとりあえずあまりダメージ食らわないように、武器を捨てて、やりて、主の匂いを言い残すことはあるか。危な、待って、直ちに抵抗を中止せよ、あなたたちを囲まれている。いいわ、出陣、ここでごちゃっとなるのはまずい。神一人。待てって。受けてみなさい。とにかくこいつをやんないと話にならんのよな。いい声してなさい、手を上げなさい。まずいって、痛くないってば。武器を捨てて、ほら手合わせていこう。セーフティー解除、フォア攻撃、ダメージを与えるんだ。半分いった、半分いった。今よ、早く。チャンス、そう。俺は負けん。継続か。またって。待てって。ニコさんだけだ。もうちょい。対応しよう。受けてみなさい。やべ。やばい。あ、でも惜しい。いや、これちょっと最低限頑張って。いや、これきついけどなんとかなりそうな気がしてきた。
これニコさんがレベル55まで上げれたらギリいける感じだかな。あ、ちょっと ここで食らうわけです。ここで食らうわけでいかんのよ。いい声捨てなさい。武器を捨てて。あ、びっくりした。すぎだなぁほんまに食らいすぎてるって。この段階でこんだけ食らってたらもう強すぎるって、てか攻撃力がえぐいよ。やば。なんとか最低限。いや本当にてか、まあ、攻撃パターン読むしかないんだよね。あのレーザーのやつ。いやほんまにやばい。あれこれ行ったからといって何かあるわけじゃないんだっけ。なんだっけな、ここにいなかったっけ。あれ
一応最低限クリアしたことによってここにあったのは消えたのかな。ちょっと待って、この流れで、レーザーのやつ紛争濃度にもいるんだよね。激変濃度のあれもだったっけ。ちょっと紛争濃度 もちょっとまとめていっちゃおうかな。ナイス。いやほんまあいつ苦手っていうか、避けるしかないんだけど、もう一匹のやつが邪魔すぎて、いやあれいなくてもちょっときついのに。これまあでもそっか、まあ、このパターンしかないよな。これ逆だったらアンビーさんの発動しないもんな。ここもどうにか行きたいんだけど、いやなんか裏でこれやろうかなと思うんだけど、なんか万が一クリアできた時にね、うわこれ配信の中でやっとけばよかったってなっちゃうから。あ、ちょっと早かった。でもそうだな、ここはあんまりこうチーンさんに無茶させすぎずに行った方がいいね。正気に戻れ、全部ぶっ飛ばせ。はあ、お帰りなさいませ、ご主人様。前半はまあ問題ないんで、じっと見ないで。だいたい前半はいいんだけど、前半マジ楽だな。後半だけなんよな。前半あれでいいんだ。すっげーマジ。なんか一発目避けた後に二発目連続で攻撃してたりするから、そこの攻撃パターンがよく分かってないんだよな。やばい、食らっちゃったよ。一応2回まで死んでも大丈夫なんだよね。
飛んできすぎだろこいつ。逃がさないわ。いいよ。投降しなさい。とどめを刺せ。とどめを刺してくれ。長引くとはね。やばい。こいつほんまに危ねえ。っていうか一応アンビーさんじゃないわ、チンさんとシュエンさんレベル55でエレンさん53、あと50だからで敵55だからそこまでさきつくなりそうにないのにね、次の方がワンチャン楽なんじゃないかな。次55ってことよね。エーテル属性、あ、エーテルに耐性あんのか。これ逆にした方がいい、これ逆にした方がいいね。何やら有事であるな。総理隊何？捜索はいつでも出撃。じゃあとや準備。まず番号148主演。おい前半私を見くびるな。何やら有事であるな。いつでも出動。こい準備か。まずはいつで捜索は鉄何か。おナイス。総理隊いやこれいけるかな。ここで行ってみるか。60までレベル上げればね、なんか大体、なんか俺みたいなんでも、普通に、もうちょっと余裕出るんだろうけど。
あげる。見てなさい。光栄に思いなさい。一点集中。最大効率サプレッサー K22 全弾発射。やりきってしまえ。けど危ねえな。広範囲問題はこっちがどうかよ。あいつが痛すぎる。後方の後方攻撃が諦めの悪いやつ。こいつだけ、でもでかいのは多分そんなそこまで強くないんよ多分。でもあのもう一匹のやつの地味な攻撃に食らいまくるとシャレになんないっていう、笑えないっていう。待て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 。
見ないで。これで決まったかな。これで流されなったか。でこいつも一応やんないといけないんだ。よくもやってくれたね。反撃できない状況をいいことに。だったらオッケー。ほんま横からチク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 やってきやがったマジ。ちょっと待って、これ今どこまで一回出てみよう。次きついだろうな。あ、次8だ。まあやるだけやってみるか。60、ちょっと待って、60のこれはやっぱ無理だな。やんなくても分かるけど一応やっとこうか。どんくらい無理なのかを。しかも氷属性が耐性あるからやっぱりこっちに。番号14かわいつ。俺らの出番だぜ。アンビーさんなんだよな。あたしを見くびるな。クレタさんをどうにか組めればいいんだけど。何かよ準備。何かお困りですか。こいつでぶん殴られて。よっしゃ。シュエツは外せないですね。まずは水なり飲ませてく。いつでも出撃可能よ。捜索はここだよ。準備完了。じゃあとや。ヒレ、手入れしないと。わたわた。行ってみるか。やばいだろうな。てかそもそも前半行けるんかどうなのかすら怪しいな。じっと見ないで。はあ、おかえりなさいませ、ご主人様。ああ。お縄につけい。これはちょっと。掃除するから。
きじゃん。これ危ない。どいて。なんか一瞬消えて攻撃してくるとか、なんかそういうパターンもあるから、ある程度把握してないと全部は避けられないっていう。うわこれちょっと分かりやすく光ってくれるばっかりじゃないんだよね。前半すら無理だなこれ。これが今の限界か。いや強いな強いな。ちょっと待って、これもついでにダメ元でもう一個の激変ノードの何のもいっちゃおう。分けてもおそらくクリアできないから、もうこのまま行っちゃおう。あ、じゃあこうじゃないや。これか。7。これもっていうかレベル70って、70って君。もう3時間になるとしようか。これ終わったら終わろうか。始めるタイミングが全然わかんないんだよな。タイミングやっぱ覚えるしかないんだろうな、こいつ。
よ。止まれ。掃除するか。正気に戻れ。ショックトルネード。うわ、どいて。おかえりなさいませ、ご主人様。やっぱここはまだ全然無理やな。どけ。全然無理だ。ここが限界か。一筋縄ではいかんねえ。7はね、紛争濃度もでも8分の7、激変濃度も7分の6、安定濃度はもう10分の10というところまでは来たけど、まあ、この辺りが限界かな。でも今日この辺にしとこう。明日が、あ、日付変わって今日が、原神、いよいよバージョン 5.0 が来るので、もう終わって、で、明日28日は、15時くらいに仕事が終わるから、そこからご飯食べて、で10時前後くらいに配信始める予定という感じにはなっております。まあ、無理のないようにね、全然緩めに行きましょう。バージョン 5.0、まあ、とりあえず当然かな。まあ魔人任務進めたいなと思うけど、ワープポイント開けたりとかそういうのもしたいから、まあその時の気分でやりたいかな。でガチャ石は割と貯めてるんで、結構新キャラ手に入る可能性が高いと。まあなんかやれそうなところから片っ端からやれたらいいかな。
という感じですね。了解です。うん、じゃあ ここで終わりましょう。あと特にないよな。国を早く見たいですよね。そうそう、どんな感じなのかね。なんかまあ新しい要素とかもいっぱいあるだろうから、ちょっと探索しながらやってみたいかな。夢桃さんお疲れ様。では終わります。おやすみなさい。ありがとう。